学校はそれぞれに仲間がありまして、それで授業で釜を焚くっていうのもあって、そこから焼き物に触れたきっかけですね。土一つとってもいろいろ種類があって、それを成形して焼くのも釜の種類もいろいろあって、人それぞれ焼き方も違うし、そういうのを突き詰めていけるのがすごく楽しいなと思います。陶芸にの仕事に、やってるうちに土の魅力っていうのがすごく、いろんな人に分かってもらいたいなっていうのがあって、釉薬とかも使わずに土だけを成形して穴窯で焼くっていうのがすごく最初はいいなと思ってて、で最近は家の周りのあるような土でも焼き物ってできるんじゃないかと思って、それで作り始めたのがきっかけです。発泡性のものが混ざってて、こう軽石のようにブクブクと、温度の低いとこで焼くとこれぐらいの感じの発泡性になりますね。型にもう段ボールを使っています。そして段ボールに土を詰めて、そのまま溶けやすい土を真ん中に挟み込むことによって焼成中にこう開いてくる。やっぱり手に持てないぐらいバラバラになってしまったりっていうのはほとんどで、焼く前にバラバラになってしまうっていうのがたくさんありました。内側にある土をある程度乾かして、その後に半乾きの時にこの土をわざっとこの表面に全体的に塗ることによってひび割れが細かくなってきます。カオリンっていう焼き物の土の成分があるんですけれども、それの量が多いから白くなります。土があるので信楽焼きがずっと続いてきてると思うんですけど、その土の持ち味っていうのはすごく活かしたくて、それにはやっぱり技術っていうのは、作る技術も大切ですし、焼く技術っていうのも大切だから、そういうのは信楽にてすごい勉強になると思っています。焼き物でいう技法の煮込みという技法を使って作っています。まず石膏型を作って、その中に土を流し込んでいくんですが、僕の場合はこの土を何種類かを何層かに分けて、ぐるっと内側に内側に作っていってます。ピンクっぽいやつとかオレンジっぽいやつとかが色がすごい綺麗だなと思うんですけれども、これは信楽焼きの特徴のヒーローっていうのがすごい好きで、それの色が出たらいいなと思って焼いています。もうそのご実家が焼き物の産地で山を持っているんですよ。上田さんの職人もある敷地で全てが揃うっていうのはすごい稀な、羨ましい。土好きとしてはすごい、そうですね、エリートだ、エリート。いやもうだからすごいいろんな土が、しかもやっぱ詳しかったんですよ、ここにこういうのがあるとか、それだけでも土が好きなんだなっていうことが伝わってきたし、ある程度湿地帯で少し木が生えてるみたいな、ちょっと日陰で南向きの傾斜の部分によくミツバチが巣が作ってて、そういうとこの土って割と、なぜか知らんけど僕の作品作りに相性のいい土が割と見つかる時があります。お茶と焼き物っていうのは結構関係性があっ
で、焼き物の土が取れる土地っていうのはお茶の生育にもすごく適してて、焼き物とお茶は共に発展してきたっていうのも自分のやりたいことがちょっとずつ自分自身でも分かるようになってきたなと、そういうのを見て何か疑問に思ったり謎めいている部分とかが感じてもらえたらすごくちょっと嬉しくなります。プロっていうのは生産の地域っていうのはなんか全部楽しいですね。体はしんどい時とかもありますけど、まあ無理してでも楽しいとこはたくさんあります。土の持っている魅力とか焼きによる土の変化とかいろいろ見てもらえたと思いますが、これからもまだまだ見せきれてない部分とかもあると思うので、それらをちょっと魅力を皆さんに伝えられるように頑張っていきたいと思います。